東京オリンピックをめぐる汚職事件で有罪判決です。大会組織委員会の元理事におよそ1400万円を提供したとして、贈賄の罪に問われた ADK ホールディングスの前社長に対し、東京地裁は今日懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。この裁判は、大会組織委員会元理事の高橋晴之被告に スポンサー募集の専任代理店を担った電通の販売協力代理店に専任してほしいなどと依頼しおよそ1400万円を提供したとして広告大手 ADK ホールディングスの前社長上野真一被告が贈賄の罪に問われたものです。東京地裁は懲役2年、年執行猶予4年の判決を言い渡しましままた。た、 上野被告の元部下で上野被告と共謀したとして起訴された2人は懲役1年6ヶ月と懲役1年いずれも執行猶予3年の判決がすでに確定しています。